はい、どうもこんにちは、熊田です。今日もね、動画撮影していこうと思うんですけど、今日は6月26日の水曜日ということで、今週もね、折り返し頑張っていきたいなと思うんですけど、皆さんもうあれですね、6月26日ということで、もう今週が終わったらもう半年終わるということでね、いや、もう早いですよね。いや、もういや早い、いや早っていう感じでね、何の言葉ってそれね、いや早って今なんか聞き馴染みあるから使ってみたんですけど、使い方合ってるっていうね。昔の言葉ですかね。日本語って奥深いですよね。もう本当英語もね、奥深いんですけど、いろいろね、語学学んでいくと、日本語の大変さにも結構気づいてきたりするんですよね。英語ってね、まあ基本的に文法のルールとか決まってるんで、前からね、主語動詞とか、主語 B 動詞っていう感じで始まるんですけど、まあ日本語って結構なんかもう文法バラバラでも、伝わるんですよね。例えば教育とかね、教育居酒屋とかっていう感じで、もうぐちゃぐちゃでもね全然伝わるんですけど、かといってね、全部ぐちゃぐちゃでいいっていうわけでもないんでね、しっかりそこはなんかルールがあるんやろうなっていうのをね、やっぱり英語学んでると日本語の大変さとかも気づいたりしますよね。で、全然ね、どこからこの話になってきたんでね、まあ雑談パートなんで、あんまり気にせず話していきたいなと思うんですけど、以前なんかね、日本語の難易度、これ正しいかわからないんですけど、僕も目にしたぐらいなんでね、なんか言うてるわぐらいで聞いてもらえたらと思うんですけど、なんか日本語の世界ランキングの世界難しさランキング、なんて言ったらいいかな、日本、言語、世界難しさランキングって言ったらいいですかね、の中で、日本語ってね、日本語は、かなりトップの方になるみたいなんですね。もう何言ってるかわからへんな、という感じでね、日本語が結構難しい、ランクに入るっていうね、英語教えれるこれ日本語全然話せてないのに英語教えれるって感じなんですけど、まあ言いたいことがね、日本語ってすごい難しい言語みたいなんですね。なので、まあそういう日本語を話してる僕たちはね、おそらく他の言語を話すのもそんなにね、実は難しくないんじゃないかなって思ったりするんでね、皆さんもね、何の話なんかほんまにわからないんですけど、英語頑張ってる方はね、一緒に頑張ってもらえたら、いいかなと思いますっていう感じで締めくくっとこうと思います。はい、そしたらね、今日も英語話に移っていきたいなと思うんですけど、じゃあ今日は何の話をしていくかというと、まずはね、皆さんに一つ見てほしい文章があるので、こちらを見てもらえたらと思います。それがこちらの People in the Park ってね、この文章になるんですけど、皆さんまずはね、これを訳してもらえたらと思います。じゃあこれもね、皆さん少し考えてもらえたらと思うんですけど、これ日本語訳で言うとこんな感じになります。公園にいる人々。皆さんね、これを見た時に、人々は公園にいるっていう感じで訳された方いませんか？今日はね、そこについていろいろお話をしていこうと思うんで、今回はね、この使い方とかどうしてこういう訳になるのかっていうのをマスターしてもらえたらと思います。じゃあまず早速なんですけど、人々は公園にいるっていうね、文章もこちらに書いておこうと思います。それが People are in the park になるんですね。でね、まず下の方について説明していこうと思うんですけど、今回の場合は人々は公園にいるっていうことなので、この人々はっていうのが主語になるんですね。これね、皆さんに覚えておいてほしいのが、基本的に主語っていうのは何々はっていうところから始まるので、今回の場合だと B 動詞の前ですね。他の文章でも動詞の前とか B 動詞の前が基本的には主語になります。なので何々はに当てはまりますね。なので今回の場合は people 人々はで、are ですね、どこどこにいるとかっていうのも表すことができるので、その後に in the park を置くことによって、公園にいるっていうのを表すことができます。じゃあ上の文章なんですけど、これどういう意味になるかっていうと、公園にいる人々になるんですね。これも細かく説明していこうと思うんですけど、まずこの in the park、 この in、 皆さん何かわかりますか？品詞で答えてもらえたらと思うんですけど、この in っていうのは品詞で答えると前置詞になるんですね。日本語で言う、どこどこにとか、どこどこへとかを表す表現になったりしますね。で、この前置詞の後には必ず名詞が入るんですね。っていうのも、例えばね、この何々の中にっていうね、今回の場合は in っていう表現になるんですけど、何々の中にっていうのを入るときって、その前につくのって名詞しか置けないんですよね。例えば、公園の中にとか、駅の中にっていうような感じですね。なのでこれもね、in the park っていうのを置くことによって、公園の中にっていうね、一つの前置詞の塊を作ることができます。今回みたいに people っていうね、名詞が来て、その後に前置詞句っていうね、この前置詞の塊が来るとき、この前置詞は形容詞っぽい使い方をすることが多いです。
皆さんね、こういうところも覚えておくと会話もかなり上達していくのでね、ぜひ集中してみてもらえたらと思うんですけど、今回の形容詞って何かっていうと、名詞を修飾することができるんですね。なので今回だったら、people ですね。で、その people ってどんなものかっていうと、後ろから今回は形容詞として修飾しているので、公園の中にいる人々っていう感じですね。この、公園の中にいるっていうのは名詞を説明してますよね。なので、これは形容詞のような使い方をしてますよっていうことになります。なので、今回のように、名詞が来て、その後に前置詞が来ると、この前置詞のパートは名詞を修飾している可能性があるっていうのをね、覚えてもらって、今回の例文をね、解いてもらえたらと思います。今回はね、少しテクニカルな部分になるんですけど、こういう部分を覚えておくと、会話の中での精度が高くなったり、細かいミスっていうのがかなり減ってきたりするので、曖昧に覚えるっていうよりかは、しっかりルールを覚えていくとね、皆さんの英語の上達につながると思うので、そこも意識してもらえたらと思います。じゃあね、今日も例文をたくさん用意してるので、その中で使いながら覚えてもらえたらと思います。じゃあまずね、一つ目の文章が、公園にいる人々はのんびりしている。公園にいる人々はのんびりしている。これ、なんていうかわかりますか？今回はどこの部分が前置詞で名詞を修飾しているのかっていうのを考えてもらえたらと思います。これ語ではこんな感じで言うことができます。People in the park are relaxed. People in the park are relaxed. こんな感じになります。じゃあこれもね、一つ見ていこうと思うんですけど、まずね、公園の中にいる人々たちはということなので、今回も先ほどと同じですね。まず主語は人々はですよね。なのでそれが people に当たります。で、その後ね、公園の中にいるっていうのを後ろから修飾したいので、その前置詞の塊を作ります。なので、in the park ってやってあげると、公園の中にいる人々はっていう感じで、後ろから形容詞っぽく修飾することができます。で、その後は通常通り文章を続けてあげたらいいので、people っていうのが主語になっているので、be 動詞は are ですね。people in the park are で、その後、リラックスしているっていう、今回は形容詞ですね。状態を表したいときは形容詞を使うことができるので、are relaxed っていう感じで置いてあげると、公園の中にいる人々たちはリラックスしてるっていうのを表すことができます。じゃあこれもね、発音も見ていこうと思うんですけど、まず最初の people ですね。これもちょっと難しいと思うんですけど、これよく日本語で people ではなく people って言ったりしますよね。こっちの people の方が音が近くなります。最後の L の音ですね。これダーク L と呼ばれる音になるんで、舌をね、歯の裏側ぐらいに押し当てて、おっていう感じの日本語で言ううに近いとかおうに近い音で終わります。なので people。こんな感じですね。これが people っていう感じで、舌を弾いてしまうと日本語っぽく聞こえるので、people are のような感じで発音してください。で、このね、are に関しては、舌を引きながらとか丸めながらっていう感じでね、よく言ったりするんですけど、その r の音ですね、r っていう音を出すようにしてください。people are のイメージですね。その後は in the park になるんですけど、今回は the ですね。ここの th の音は上下の歯で舌を挟んで、the のように発音します。で、次の park なんですけど、これもね、r の音が入ってるんで、park ってよりかは par, r って音をね、出してもらえたらと思います。ちょっと喉の奥から出すことを意識するとね、発音しやすくなるかなと思います。で、今回ね、パークの K の音、子音で終わって、次母音から始まってるんで、これ毎回出てきますね。子音足す母音を音がリンキングして、音がくっつきます。なので、パーク R っていう感じでね、そこも流れるように発音してもらうと、綺麗に聞こえると思います。で、最後の relaxed なんですけど、これも注意が必要です。最初の re に関しては R の発音なので、文字の最初にね、R が来るときは、うの口から始めてあげると綺麗に聞こえるんですね。まあ、口の形だけですね。こういう形にして、その後に、ラリルレロっていうのをね、舌を上顎につけずに練習すると、ラリルレロ。こんな感じになるんで、それに先ほどの小さいウを足してあげたらいいので、ラリルレロ。で、今回は、リの音になるんで、ウですね。で、次の relaxed なんですけど、ここの L は先ほどのダーク L と違って、ライト L と呼ばれる音になるので、強く発音します。なので、舌をね、歯の裏側ぐらいに押し当てて、ラっていう感じで強く発音します。relaxed っていう感じでね、発音してもらうと綺麗に聞こえると思います。もう一度発音してみると、people in the park are relaxed。こんな感じですね。すべてね、意識しながら練習してもらえたらと思います。じゃあね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、寝る前に歯を磨くことは大切だ。寝る前に歯を磨くことは大切だ。これなんていうかわかりますか？これもね、さらっと言えるとかっこいいですよね。これ語ではこんな感じで言うことができます。Brushing teeth before going to bed is important. Brushing teeth before going to bed is important.
こんな感じになります。じゃ、これもね、一つ見ていこうと思うんですけど、まずは今回ね、何々することはに当たるのが、歯を磨くことはということですね。なので、ここをまず英語にします。brushing teeth ですね。これが、主語になります。で、その後、寝る前にっていうのを前置詞の塊で作ってあげたらいいので、何々の前にっていうのは before を使って表すことができます。で、これを前置詞として使うとき、後ろはね、名詞にする必要があるんですけど、名詞もしくは動詞を名詞の形に変えた動名詞も使うことができます。で、今回はね、寝る前にっていうことなので、動作を表すので、それを名詞に変えてあげます。なので、動詞のままだったら go to bed になるんですけど、それを going to bed っていう感じでね、ing の形にしてあげると before前置詞の後ろに置くことができるんですね。なので、brushing teeth before going to bed になります。で、その後はね、それが大切だっていうことなので、今回の主語は先ほど説明した brushing teeth ですね。歯を磨くこと。なので、is が動詞になります。is important っていう感じですね。じゃあこれもね、発音も見ていこうと思うんですけど、まず brushing ですね。ここに関しては R の音が出てきてるんで、またこれ下がね、上顎に当たらないように、brushing っていう感じで発音してもらえたらと思います。で、G の音は破裂音になるんで、次に母音が来ないときは音が消えます。なので、brushing ですね。で、その後、teeth なんですけど、これ歯って意味ですね。ここでは th の音になるんで、上下の歯で舌を挟んで、teeth っていう感じですね。で、before going to bed なんですけど、この before のね、この for ですね。ここよくね、for っていう感じで、あを発音される方いるんですけど、これ数字の4と同じ発音になります。なので、for ですね。before こんな感じになります。で、F の発音というのは下唇の粘膜あたりを上の歯で押さえて for と発音するので before と発音してもらえたらと思います。で、その後の going to bed なんですけど、こちらに関してもこの going の G また破裂音で音がなくなります。going to で、そのね、最後の bed ですね。で、この bed の D で終わって、その後 is から始まってるんで、子音足す母音っていうのは音がリンキングして bed is になりますね。bed is で、最後の important これもね、注意が必要です。これね、アメリカ英語ではこのね、tan の部分ですね。ここの t の音がなくなります。なので、important って発音される方ももちろんいるんですけど、多くのアメリカの方は important っていう感じで、そのままんの音に聞こえることが多いです。なのでね、皆さんもよりアメリカ英語に近づけたい方は important ですね。これまあ run とかでもないし、tan でもなく、もうそのまま、んですね。日本語で言うんに近くなるので important っていう感じで覚えてもらうといいかなと思います。もう一度通して発音してみると、brushing teeth before going to bed is important。こんな感じになります。これね、細かいところも覚えながらね、ぜひ進めてもらえたらと思います。じゃあね、引き続き行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、このクラスのすべての生徒が英語を話せる。このクラスのすべての生徒が英語を話せる。もうめちゃめちゃエリートなクラスですね。これ語ではこんな感じで言うことができます。All the students in this class can speak English. All the students in this class can speak English. こんな感じになります。じゃあこれもね、一つ見ていこうと思うんですけど、まずね、一番最初のところが結構難しいと思います。すべての生徒がっていう時に、これね、all the students とか all students とかっていう言い方があると思うんですけど、これややこしいですよね。ただこれ簡単に見分けることができます。これ、the がつく時って他の時もそうなんですけど、特定したそのっていうのを表すことができるんですね。なので、この座がつかない場合って all students になって、この場合は全ての生徒ですね。世界中の全ての生徒がっていう意味になるんですけど、座がつくと特定した全ての生徒になるんで、今回のように特定の範囲ですね。クラスの中の全ての生徒って言った時は座をつけます。なので、all the students っていうのが、今回の主語になります。で、今回のね、トピックで一番大事なのが、このクラスの全ての生徒がっていうことなので、それを後ろで前置詞で、修飾してあげます。なので、このクラスのっていうのは、in this class ですね。で、その後に話すことができる、英語を話すことができるっていうのを置いてあげたらいいので、can speak English になります。これもね、こういう形とかね、構文を覚えていくとそこまで難しくないと思うんでね、皆さんも何度も何度もね、解きながら覚えてもらえたらと思います。じゃあね、発音を見ていこうと思うんですけど、まずこの all ですね。これも注意が必要なんですけど、日本語だと all とかって発音すると思うんですけど、最初の母音の部分は、あと o の中間を伸ばすイメージ、all って感じですね。で、最後の L、またダーク L なんで、歯の裏側ぐらいに舌を押し当てて、all、こんな感じになります。なので、ルーにならないですね。all the になります。で、このね、舌の L の動きを活かしたまま、そのまま the の音に移動します。th ですね。all the と発音すると、綺麗に発音しやすくなると思います。で、その後、students なんですけど、これね、よくts ってなると発音されない方が多いんですけど、この ts は基本的につっていう音になります。なので、students ですね。
で、その後、in が来てるんで、in になるんですね。students in っていう感じになります。students in the class っていう感じで覚えてもいいですね。で、その後のね、th に関しては、the なのでまた上下の歯で下を挟んで、だ、だ。で、class に関してもね、ここは L の音で、強く弾く方の L の音になるので、la ってね、下をこう押し当てながら、last って発音してもらえたらと思います。class のイメージですね。で、その後の can speak English なんですけど、この speak の K ですね。K、子音で終わって、次母音から始まってるんで、また音がくっついて、speak English って分けるんじゃなくて、speak English、speak English っていう感じでくっつけてあげるとより自然になります。もう一度通して発音してみると、All the students in this class can speak English. こんな感じになります。はい、そしたらね、今日はこんな感じで、公園にいる人々とかっていう時のね、この前置詞の使い方ですね、とか訳し方について説明させてもらったので、ぜひ皆さんもね、これを覚えて活かしてもらえたらと思います。こんな感じで文法の細かいルールなどを覚えていくと、会話にも活かせたりとか、あるいは英検とか TOEIC でもね、使える知識になるので、ぜひ皆さんね、細かい部分をね、こう、ほったらかしにせずに学んでもらえたらと思うので、また一緒に頑張っていきましょう。ということで、また次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Have a good one. And see you later.